はい、高橋です。今日は2023年の11月の22日ですね。いい夫婦の日だそうです。我々夫婦も今年60歳になりました。まあ、厳密にはお母さんはもう少し後になるんだけれども、先日私の誕生日の時に、子供たち孫たちが集まって、還暦のお祝いをしてもらいました。まあ、うちね、子供たち夫婦、孫たちが集まっただけで、まあ、20人を超えてしまうような結構な、まあ、令和の大家族なんですけれども、まあ、遠くにいる長男もサプライズで帰省してくれてね、たくさんの、まあ、プレゼントをいただいて、みんなで賑やかに楽しい時間を過ごすことができました。今回はね、ある回線がんの記録ということで、私のがんの闘病記録の動画ということになりますね。最後に上げたのが今年の3月なので、2023年の3月と、アレセンサーという薬が1年服用したところで再発してしまいましたという動画が今年の3月に上げて、それから8ヶ月今経過したわけなんですけれども、今現在もアレセンサー実はね、継続服用中です。3月の段階でもう再発したので、もうすぐ別な薬に変えるのかなと思ってたんだけれども、まあその人それぞれだけれども、すぐ大きくなってしまう人もいれば、まあ再発したもののそこからゆっくり大きくなって、まだアレセンサのがんの増殖するブレーキはしばらく効いている人もたくさんいるということだったので、3月の段階ではとりあえず2ヶ月経過観察しましょうということになりました。そして2ヶ月ごとに造影 CT とか単純 CT、 あとは X 線、あとは時々脳転移のための脳の MRI 検査、そういうものをしながらね、今8ヶ月経過したわけなんですけれども、直近の11月の検査で3月で見つかった3箇所はだいたい6ミリぐらいだったんですけれども、それが11月には11ミリぐらいまで大きくなってました。その他に、さらにちょっとちっちゃいものが3箇所新たに再発しているということが分かって、あとは原発で、まあ、1センチぐらいの原発がんのところには放射線を当ててたんだけれども、その放射線を当てているところもちょっとこうぷっくらしてるっていう、ぷっくらしてるっていう表現でしたね。ぷっくらしてますということで、ここももしかしたら再発してるかもしれませんねということでした。で、まあ3箇所だけね、1センチぐらいだったらもう少しアレセンサで引っ張ってもよかったんだけれども、新たに出てきたということでね、そろそろ薬は替え時なのかなということを言われました。で、この薬を替えるタイミングで、まあ、脳転移骨転移もね、造影 CT でチェックしてもらってはいるんだけれども、胃腸の漏れてるというか、見落としてる部分もあるかもしれないので、一応 PET CT をねもう一回取っておきましょうということで、今月末に PET CT の予約を入れて取ることにしました。で、薬もね、そんな慌てて変える必要はないんだけれども、私の仕事の都合とか予定で、まあ、年末とか年明けとかそういうところで、今回なんか2週間ぐらいの入院になりそうなんですけれども、2週間ぐらい、時間取ってどっかで変えましょうということになりました。多分年明けですね、私年明け、まあ中旬ぐらいに入院して変えることになると思います。そうすると実質アレセンサは22ヶ月で終了ということになりますね。このね、アレセンサという薬は、まあ、アルクの肺腺がんの人たちにとってはとても頼もしい効果のある薬でね、まるで本当大谷翔平のような薬なんですよね。で、まあ、先生からは2年ということを言われてたんだけれども、ただアルク会っていうアルクの患者会に行くと、まあ、アレセンサを使っている人たちの中には5年8年9年という人もいるし、まあ、当然1年で再発したという人もいるんだけれども、だいたい5年ぐらいはね効いてる人が多いなっていうイメージだったんですよね。だからそれが1年で再発したということはね、大谷翔平が先発したにもかかわらず3回途中で降板してしまったっていうような
そういうちょっとこう、がっかり感というかね、あららっていうようなね、イメージが私にはちょっとあるんですよね。まあ、しょうがないですけどもね。で、アレセンサが終わって、ある国は他に分子標的薬、これが2剤あって、ローブネーナとアルンブリングという薬があるんですね。で、ローブレナは先発で保険適用になっている薬で、ローブレナを使っている人は何人もいるんです。で、これは脳転移したがんにも小さくする効果があると言われていて、ただローブレナの場合は中枢神経障害といって、何だろう、感情を泣き出したり怒り出したりとか、物忘れをしたりとか、そういう副作用があると。そういうことがあると言ってる、言われてる薬なんですよね。単に老化現象でそうなっていることもあるかもしれないんだけども、まあ、そう言われている薬なんです。で、アルンブリングっていうのは2年ぐらい前に保険適用になったばかりの薬で、まあ、使ってる人もまだそんなにいないと。だから大体はローブレナの後にアルンブリングという人がね、多いんだけれども、でも先生はどっち先でもいいですよと。というのは、まあ、エビデンスがないので、どっちでもいいですよっていうことだったんで、私はあえてね、アルンブリングを先に使おうかなと思ってます。で、それ終わってローブレナを使って、で、それ終わったら殺細胞性抗がん剤という順番になるかなと思います。で、まあ、先日の歩く会の中でも、まあ、ローブレナを使って殺細胞性抗がん剤を使って、で、その後にもう一度アレセンサをね、リチャレンジしたという人が一人いたんですよね。で、この人は最初のアレセンサは2年間で耐性が来たんだけれども、その後2回目のアレセンサは今もう3年使ってますよということなんですよね。だ、これはね、まあその辺は人それぞれなので、私が必ずしもそうにリチャレンジして効果があるかどうかはわからないけれども、まあそうやって2年だった人が2回目は3年聞いたと、聞いているというのは非常に朗報でね、心強いデータですね。で、私も、まあ、先生にそのことを言ったらば、まあ、その価値は全然ありますので、と。高橋さんもそういう、来たるべき時が来れば、もう一回アレセンサ使ってみましょうっていうことはね、言われました。そして、まあ、がん治療、抗がん剤をね、使う際には、がん患者の中では、貯金が大切だということはよく言われていて、この貯金というのは筋力ということ。いたずらに筋肉は落とさないようにと。筋肉は筋トレして筋肉を高めましょうという方はよく言われてるんですね。ただ私もね、がんになる前は月間に300キロ走ってましたし、100キロマラソンだったら軽くサクッと走れたと。で、最後に出た大会が津軽ジャーニーランの177キロをちゃんと完走してますのでね、がんになる前はとてつもない体力、貯金はできていたんです。そういう私でもこの2年間で相当体力は落ちてるなという実感がある。まあ元があれなんで、そこから落ちてるので、普通の人と比べればそれなりの体力だとは思うんですけれども、自分の中ではね、年々使わないとやはりとてつもなく落ちてるなっていう実感があって、で、走れなくはなってしまったんだけれども、まあ貯金、筋トレだと思って去年も6回ぐらい、栗駒山の登山に行ってるんですね。で、まあもちろんグリーンの綺麗な紅葉風景を眺めるっていうね、目的もあるんだけど、やはり筋トレだと思ってるので、ガンガンハハいながらガンガン登るわけですよ。で、それでまあ登って降りてくることに、ある程度体力もそのくらいの体力はあるんだなっていう、チェックにはなってるんですけれどもね。で、去年6回登って、で、私はがんの他に肺動脈性肺高血圧症っていう指定難病もあるので、この難病はね、まあ、原因不明なんだけれども、血栓値がバーンと跳ね上がるんですよね。だから、まあ、がんっていうのは血栓を作る病気なので、がんになることによってできた血栓が肺高血圧症にもなったというのが、私はそう思ってる。それで抗がん剤を飲んだら血栓の値が平常値に戻ったということからも、肺高血圧症の原因はがんだと私は思ってるんだけれども、先生はね、その可能性はあるけれども、それを証明する方法はないと。だから、まあ、グレーということでよく分かりませんということでした。で、その肺高血圧症の指定難病を更新するためには、年に1回心臓カテーテル検査と、あと6分間の歩行、
歩きながらの血中酸素濃度、サチュレーションを測った時のデータを提出しなければならないんですね。だから今年もその6分間歩行というのをやったんですけれども、何の息苦しくも何ともないので、ちょっと早歩きぐらいで、ね、さっさと6分間歩ったんです。そしたらそのうちの2分間が、89%、血中酸素濃度が89%だったんですね。息苦しくないのに89%というのはちょっとね、びっくりしたんですよ。で、先生も、あ、これちょっと良くないねっていうことは言ってたんだけれども、息苦しさっていうのはね、慣れてくるみたいなんですね。だから本人は息苦しく感じないけれども、89%っていうことはそれだけ、それなりに悪くなってるということみたいなんですね。だから息苦しくなくて89までちょっと動くと下がるのであれば、登山なんて母いながらガンガン登ってたんで、それは明らかに90以下だろうなと思って、ちょっとね、去年やってたことがちょっと不安になってたんですよ。だけども先生からは登山に行くことも言ってたので、無理しないで休み休みゆっくり登ってくださいねとは言われてたんでね。今年の6月に行った時は、普段家で Apple Watch で血中酸素濃度とか測ってたのでね、時々測ってみたんです。そしたらね、6月の時は10回ぐらい測ってるけれども、汗のせいなのか、心拍数のせいなのか、血中酸素濃度が低すぎるせいなのか分かんないけれども、10回測って10回ともエラー、測定できませんでしたっていうエラー表示出てて、全く Apple Watch は使い物になりませんでした。だから今年の紅葉の時、9月末だったかな、10月上旬だったかな、紅葉の時に行った時は、医療用のパルスオキシメーターでしたっけ、指に刺すやつね、あれを持ってって、でもう登り始めて、岩場ガンガンと登った時に母が言ったから、そこで測ったんですよ。そしたらは血中酸素濃度が85%でした。あっと思って、これちょっとやばいなと思ってね。で、何箇所かぐんぐんガンガン登るところがあるので、3回ぐらいガンガン登ってこう心拍数が上がったところで測ったら、いずれも85なんですよね。で、1分ぐらい休むと98ぐらいまで回復するんで、98までなるとまあ走り出せるぐらい全然余裕で動けるんですけれども、ちょっとね、母言うと85まで行くんだなということをそこで学習したので、ちょっとこれはまずいと思ってね、本当ゆっくりゆっくりそこからはね、登りました。だから急斜面なんかは5歩歩いたら30秒休むみたいな、そんな感じでもう牛歩でゆっくり休んで、で、後ろから70代のおじいちゃんおばあちゃんが来てもね、どうぞ先に行ってくださいなんてね、写真を撮るふりして先に行ってくださいなんて先に行かせて行ってもらって、その後ゆっくり登るみたいな、そういう登り方でね、かなり時間かけて、ゆっくり登って、で、今年、神の絨毯っていうね、栗駒山の紅葉 YouTube の動画にも1本あげましたけれども、あの動画はそうやってゆっくり登りながらね、撮ってきた動画なんです。で、それでもまあ登って降りてこれたので、まあ良かったなと。で、そのことをね、11月に先生にも言ったんです。心拍数上がったところで測ったら85まで下がってました。そしたら先生もね、あら、ずいぶん下がるねーなんて、下がってたねーなんて言われてね、ちょっと驚かれたんだけれども、だからもう来年はもう登山はダメだねって言われっかなと思ったら、ダメだのとは言わないでね、もっとゆっくり休みながら、心拍数測りながら、ゆっくり登ってくださいねっていうことを言われてね、まずダメとは言われなかったんで、まず一安心だけども、まあ1年後どうなるかね、半年ごとに体力が落ちてるから、体力落ちるとね、意欲も落ちるんでね、行きたいと思わなくなるかもしれないね。今はもちろん来年も栗駒山の神の絨毯を自分の足で登ってみたいなと思ってるけれども、もしかすると体力がなくなるとそういう意欲もなくなってくるかもしれませんね。ただ今は行くつもり満々でいます。まあいずれお世話になるであろう、殺細胞性抗がん剤、これはね、今まで血液検査の値ってあんまり気にしないできたんですけれども、なんか体重が増えるにつれて、肝機能と腎機能、この数字がね、少しずつ高くなってきてるらしいんです。抗がん剤を使えなくなるケースが出てくるみたいなので、それだとちょっとさすがに困ってしまうから、やはりね、ちょっと体重はね、落とそうかなと思ってます。そして、まあ、最大値
のマックスの値のちょっとオーバーしてるぐらいなんだけれどもね。で、体重が増えるにつれて増えてきてるということで、ちょっとね、体重を落とした方がいいですねっていうことはね、言われてしまったんです。だから、まあ、激しい運動はもうできないのでね、歩きとか、歩くっつってもね、なんかね、2、300キロ走ってきた人が1時間、2時間歩ってもね、あんまり効果ないんだね。去年かな、去年ですよね、去年の6月に100キロマラソンにエントリーしてたから、出るつもりで、2月、3月と結構走ったりしたんだけども、それでもね、やはりちょっと、肺動脈肺高血圧症で走り続けられなかったから、結局は、ドントスタートでね、大会には出なかったんだけれども、その後歩いたにしても、なんかいくら1日間歩ってもね、大して効果なかったんですよね。だから長く感じるしね。だからまあ体重は太ってもいいかなと思って、暴飲暴食とまではいかないまでも、食べたいものを食べて飲みたいものを飲んで過ごしてたんですけれども、そしたら1年間で20キロも増えてしまったんで、まあ、100キロまで行くかなと思ったんだけど、95で止まって100キロまではなかなかそこからはね行かなかったんですよね。だからその辺はこれからの抗がん剤治療に向けてそのぐらいの体重が必要だということなのかなと勝手に思ってたんだけれども、まあ、今回先生から少し痩せましょうということを言われたのでね、ちょっと食べ物もコントロールしようかなと思ってます。まあ、がん患者会の中にはね、若くして小さい子供を抱えながらがんになってしまったというお父さんお母さんもいて、こういう人たちの気持ちを思うとね、何を置いても、今死ぬわけにはいかないと、長生きしなければという気持ちはよくわかるのでね。ただ私の場合はもう50からやりたいことをやろうと思って生きてきて、もう10年、好きなことをやってきたのでね、これから先全てを犠牲にして長生きしようとはね思ってないんですよね。だからまあ友達と温泉に行ったり、おいしいものを食べたり、お酒を飲んだりすることで楽しい時間を過ごすと、そっちの方がね、なんか重要かなと思っているので、まあかといってこのまま太り続けるわけにもいかないので、まあ無駄だと、あんまり効果はないとは思っても、ある程度体力が落ちてくれば、ウォーキングもまた効果が出てくると思うのでね、まあコツコツ歩きながら、動ける分で運動も増やしつつ、あとは暴飲暴食をしてるとは思わないんだけれども、まあ、今よりも減らすというスタンス、そういうスタンスで、ちょっとね、ダイエットというか、ちょっと今よりも減らすというスタンスだね。その程度でいこうかなと思います。そして、まあ若い時は、まあできないことにチャレンジしてね、どんどんチャレンジしてやれることを増やしていこうというプレースタイルだったけれども、今はぐっとハードルを下げて、やれる範囲でのんびりと楽しんでいくと。そして、まあ12月も同級生と今度温泉に行く予定もありますし、年末も奥さんと今度は海鮮のおいしい民宿に行く予定もありますし、で、来年は同級生たちに声かけて、同級会やろうという予定もありますのでね、そういう楽しみを先々に作っていって、そういうワクワクした気持ちを多く、持てるようにしながら、楽しく過ごしていって、で、まあ、粛々と来たるべきお迎えが来るのを、待とうかなと思ってます。では。